前回のデータをロードしちゃうよ。あら？お客さん？どちら様ですか？訪問販売はお断りしてまーす。どうしたの、かなちゃん？ん？なんかお客さんみたい。お客さん？って、男の人！うん？
ろそろ飛び予想について落ち着いてる頃だと思って。どんな感じ？当たり前じゃない。だってそこ。あら、言ってなかったかしら。大丈夫よ、オーナーさんも寮生の方たちも了解してくれてるから。あら、間違えて更衣室入っちゃった？どう、サナちゃん。まだいます。ほうほう。じゃああなたが新しい寮母さんなんだ。いいんじゃないの？誰か来てくれないともっと困るから。そうなのよね。でも、もっと年配の人だとばかり思ってて。はい。葵くん。言ったっけ？歳はいくつ？へえ、じゃあ年下なんだ。にやり。ですって。どうします、ゆかさん、チェンジします？そういう事情なら。
いやー、なんかごめんね。みんなおぼこい娘さんたちのもんで、若い男を前にして舞い上がっちゃってんのよ。私はしぐれかな子。なんかあったら私に言ってちょうだい。管理人さんの部屋は1階の廊下の突き当たりよ。もう一人いるんだけど、いわゆる引きこもりというやつで。そのうち出てくるんじゃないかな。汗かいちゃったから、もう一回お風呂入ってこよっと。さあ、それはよかったわ。言っておくけど、寮の子に手出しちゃダメよ。まあ、問題にならない程度ならいいけど。あ、それから前に言ったと思うけど、一人足の不自由な子がいるから。待ちなさい、ハート。このバカアヒル、私のパンツ返しなさい。わわわ、ハト。まったく、あんたはいたずらばっかりして。今度やったら北京ダックにしてやるんだから。ふう。
は？あ、もしもし葵、聞いてるの？足が不自由な子がいるから面倒を見てあげてねって話よ。どうしてあなたがここに？なんでここにいるの？新しい寮母さんだよ、小鳥ちゃん。はい？何よそれ、聞いてないんですけど。いようにも小鳥ちゃん、めったに部屋から出てこないんだもん。新しい寮母って男の子じゃない！そのやりとりはうちらはるか昔に通過したから。ハバネコトリです。わわ、この子はハト。って、もう知ってるわよね。わあ。本当にあなたが新しい寮母さんなの？昼間のことは忘れて。なるべく全部だけど、そうね、強いて言うなら、私が、この私が、ついうっかりポロッと泣いちゃったりしたことよ！忘れろ、今すぐ！あのね、新入りのあなたは知らないだろうけど、私これでも。もう一回言うから、もう一回やらせて。
わがうまい。葵くん料理上手だね。おかわり。わかってるね。もう、みんなオブだからね。男の子に免疫がないのよ。いくら学校で同じでも、寝起きの緩み切ったすっぴんが見られちゃうわけじゃないからね。Thank you.
ごっそうさーん。ふぅ、美味しかった。ま、みんなそのうち慣れるって。じゃ、行ってきまーす。私の足のことを心配してるなら余計なお世話よ。ふんた。
あ、もしかして葵？もしかしなくてもアゲハよ、忘れちゃったの？私の顔。しつこいなあ。他にどのアゲハがいるってのよ。正真正銘、本物の姫木アゲハです。この子、水瀬葵くん。転校生よ。サッチンは覚えてるよね。私と葵は幼馴染なの。昔ここに住んでたんだけど転校してっちゃったのよね。背伸びたわね。最初誰か分かんなかったわ。
昔は私といい勝負だったのに、男の子はずるいな。そう？女になっただろ。やったね。